ポエングでくつろぐ女性、ポエングは、イケアが販売しているアームチェア。体のラインにフィットするデザインであり、ゆったりとした座り心地が特徴。デザインを担当した中村のは、座ることで豊かな気持ちになる、幸せを感じられる椅子と語っている。また、背もたれと座面に数百万回もの負荷をかけ続ける耐久テストを行っており、 商品の耐久性もアピールしている。ポエング日本人デザイナーの中村昇るによってデザインされ、1976年にポエームという名前で発表。1978年に現在の商品名であるポエングに改名された。2016年2月24日放送の日本テレビ系ヒルナンデスにおいて番組終盤の視聴者プレゼントで用意された本。 商品の紹介中、椅子に座ったオードリーのカスガ明シキが耐久性を証明するために、体を激しく揺さぶって、勢いをつけながら座る行為を繰り返し、相方の若林正康も、カスガの動きに勢いをつけた結果、椅子の足が折れてしまった。これは通常ではありえない過度な使用方法のため、即座に当時、ヒルナンデスの進行をしていた。 三浦浅美アナウンサーが正しい使用方法で使っていれば壊れることはないと、ローを入れていた。この件に関して、オードリーは後日レギュラー番組のオードリーのオールナイト日本で謝罪を行っている。また、後にイケア側とも和解しており、オードリーはその後の昼なんです。のイケア店頭でのロケにも参加している。なお、この場面を切り取った動画が YouTube に公開され、 芝叩く間に拡散。結果としてそれが宣伝の役割を果たし、放送後ポエングの売り上げが増加したという。ありがとうございます。